どうも、ビーボレでーす。さあ、ついにこの日がやってきました。来ました。オフシーズンの最大イベントといっても過言ではない、2019年ドラフト会議でございまーす。今ね、ちょうど各球団が入場して席についてで、今から1位指名を行っていくという感じなんですけども、もう今からね、別に自分が指名されるわけじゃないんやけども、いや、ワンチャンされるんじゃない。ああ、去年のソフトボール大会の俺のセカンド守備を見て、そうそうそう俺のホームランを見て、来た、よし、ヤクルトってかもな、マリーンズの場合は佐々木を指名すると公言してるから佐々木が減ってほしいね。オリックス佐々木行くんかな、これ。いや、どうやろう、ドキドキするね、マジドキドキする俺。ヤクルト奥川、奥川、次オリックスよ。オリックス、うわ、石川行った。予想的中やん。石川や。やる。マジか。あ、石川行った。ああ、まあ中選やな。ああ、中選や、中選や。さあ、ハム。うわ。まあそうやな。てかもうさ、栗山の笑顔が物語ってたやん。今。笑顔。お、佐々岡監督。まあ広島も森下公言したからな。それ入れとったな。うん。でマリーンズも。はい。うんうんうん、ということでございます。あー、そんな気がした。佐々木ではない気がした。佐々木や。まあまあ、あれちゃうだって東北のな選手やし。まあ、え、はー、そうなんや、ベイスターズ。やめて、もう石川さん、バンクやめてよ。和田巨人セーブ。石川さん、球団競合してる、やばいって。なあ、奥側なんや。奥側人気やな、やっぱ。何、星稜ルートってこと。あ、やっぱそうや、そうや、まっ、セーブ佐々木ってことは、おー、佐々木選手4球団競合、奥川選手3球団競合、石川選手3球団競合。あ、奥川選手の抽選来たよ。まあまあ、これはな、もう、なんか全部セリフやで。なんかもう、これはもうなんか安心した気持ちで見守れるな、うん。なんかヤクルトが押してへん、奥川。高津真中入れ、真中。真中、誰か真中しろ。真中れ、真中れ、誰かガッツポ。矢野がやりそう。ヤクルトや、ヤクルトや、ヤクルトや、ヤクルトや。おい、これヤクルトが押してるっつってん。ヤクルトだってお前。いやでも、え、これ真中、真中じゃないこれ。真中ではない、これは真中ではないな。でも確認したもんな、話も巨人もな、もう完成度がすい。確かにな、完成してるからな。なんか石岡みたいにこうほっとっても育ちそうな感じあるやん。もうな、10勝できそうやん、奥川。だって甲子園で一人プロ投げとったやん。はい、西村、左、お、左、仕事しろ。西なんとか、あ、ふぐらい、ふぐらい、あ、ふぐら、ハッピーグッド、ふぐら、あやたか、あやたか飲んだからもう多分神宿ってるわ。うわ、西村とふくら似てるから間違えない。似てるな、似てるから間違えない、これ。そして工藤、お、工藤は右手にいった。去年の鈴村一発戦になる今日、俺は今日去年一発戦やってん、今年は俺が叫ぶ。さあ来い、ふくら、お、うわ、うわ、そうか、中日9時強。そんなんせんでいいや、今頃鈴村一発さん吠えてるわ。そんなんせんでいいや。え、でもいいやん、東方だって愛知やし、地元やん。出身は分からへんけど、多分地元やと思う。いやいやいや、え、直前で切り替えてそれ外す、そんなんせんでいいや。お前、お前、はい、不適切、お前、おい、はい、不適切。まあいいんじゃないよ、いいんじゃないよ、いいんじゃない、地元で活躍するのが一番や、うん、まあ、まあ俺はここはかけない、次や俺は、うん、いや、さあ今年は誰が引くの、井口が引くのかな。井口が行くか。井口打て、井口打て、ララ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 ラ。井口打て、井口打て、ララ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 ラ
せの打て井口頼むぞ井口筋はかかった。え、ロッテ？ああ！ああ！最近くじ運強すぎん。すごいな。だってな、安田もくじやろ、あれ確か。で、藤原もそうや。やばすぎる。まあ、気合はな、外したとやけど。やったな。サスケの顔どうよ。まあ、心中気持ちは察するわ気持ちは察するファンじゃなかったら多分おおそうかと思うやろまあハムに行きたかったやろうなな気がする、うん、ハムもしくは楽天な気がするまあまあでもロッテな、うん、まあラグーンが続いたとはいえどもまあそれでも風があるしまあピッチャー有利なことに変わりないからまあ伸び伸び育つんじゃないの、うん、河野おお川野か川野、ほうもうかぶんなよもうかぶったらあかんぞもうえってもうえってほんまに2チャンスよまた抽選やもうちょっとこの流れでなんかあんまりイメージないよまあそうやな西まあそうやなそうやと思う話の西かふくら次マジ頼むぞ別に西村なんでそんなコロコロ変えんの挑戦低いとなんでそんな変えんのマジでなんか遠目から見たらマジで見分けつかんほんまに分かれへんほんまに分かれへん次は本物の西村監督オリックスそんなとこで面白さ出さんでいいねは日本ハム栗山監督2人とも違うやん日ハムも先ちゃうかってそうやでいけ西村マジか真剣川野イケメンやなはえ、何してるの何がしたいんこれはなあやばいな福良で西村でどっちもハードしてた何がしたいんこの球団はいや納得いかんよ俺はマジで言うてオリックス今のコーナーの左ピッチャー取ってほしいなさあ、オリックス誰やおー宮城、あ、そう、残ってたよ宮城が残ってたよ、まだ俺結構押してるええやん、ええやん、宮城ええやん押してる、ええやん、これでいこうええー、さすがもう行こう、これでいこうやったこれ、いいんちゃう、これ、オリックスいいんちゃうよしいいよ、オッケーいいえ、宮城はいいやろいいやろ、いいやろ、普通にいいと思うこうなる、沖縄よ沖縄はオーナーよ大城選手もおるし、義母選手もおるし、比嘉選手もおるしえ、オリックス優勝やこれ優勝やえ、オリックス優勝やこれえ来年おそらく、まあエース山本選手、山岡選手、坂島選手、田島選手ここに宮城選手がローテーションの威嚇をもルーキーやから2年10勝2桁勝利いきますよ、来年宮城選手優勝やいいドラフトですね、いいドラフトやこれはああ丸く収まったねもしもし、ボギー、はい、おめでとうありがとうおめでとう、ボギーオリックスからぶんどったなほんままさかな、そこで被ると思うんだとはいや、一発さん、あとさっき見たよ、褒めてたな俺今年あれやる準備してんけどなうんオリックス5人でいいのまあ今年あまり切らないんじゃない、うん、どうなん悪くないと思うで、正直あ、ほんまうんまあ、もう1位の宮城選手とかな、結構やっぱいい球だよかったよ、ね、いい球投げたし、うん、結構バランスよく、ね、右のピッチャーも取ったし、まあ、バランス良いんじゃないかな羨ましいなロッテもうないつの流れやったら2チャンやった俺もな、それやってでも多分吉井コーチがちょっとマリーンズで今ピッチングコーチやっていうかその流れかもしれんなあーねもう天が佐々木はここで育てというやっぱいいピッチャーはいいコーチの元で育てて言うからな、うん
チャンネル登録お願いします。